こんにちは、 SIA の酒井浩二です。皆さんお元気ですか？インテリアを学ぶ人に向けてメッセージ動画を作りましたので、ぜひ最後まで見てください。インテリアデザイナーとは、刺激や感動、快適さなど空間の価値を考え提案するのが仕事です。今や空間演出をする仕事だけではなく、その活動は時代とともに広がりを見せています。突然ですが質問です。テレワークが続く中、インターネットを通じて自分にとって役に立つ刺激を受けたメッセージやデザイン活動など、どれぐらいご覧になられましたでしょうか？ SNS を見ると、クリエイターが次の時代に向けて新しい行動を起こしています。今それに注目をしています。私はイタリアのファッションブランド、伝統のものづくりをしている利用者さん、今では関連団体さんなど、集客やデザインに困っている人に向けて、新しい事業価値や意識変革を生み出す方法を多数提案し、成果を上げています。プロジェクトの紹介です。1つ目、これはイタリアのブランドがアジアに進出するというプロジェクトです。未経験でありながら、やる気と意気込みを買われて、プロジェクトマネージャーとして一連のデザインを担当しました。海外の物件はスピーディーに対応する力が求められ、これを解決するためにたくさんのことを学びました。イタリアデザインとの出会いと経験は今の活動に生かされています。次のプロジェクトの紹介です。和紙が売れない、大量の和紙を破棄している、でもなんとかしたい、和紙を世界に広げたいという和紙屋さんの思いから、クリエイター参加型の包む展という展覧会を提案し、ミラノで5年間行いました。実行委員とともにロゴデザイン、会場構成、運営など事のデザインの全てを担当しました。この活動によって和紙の販売がミラノで始まるという快挙を成し遂げました。ミラノでの経験から、この和紙屋さんはインターナショナルな企業となり、現在活躍されています。またデザイナーさん、デザイナー系の学生さんに向けて、海外のデザイン動向や事例を多数紹介し、これからの日本の暮らしについて考えるデザインカンファレンスというトークや企画展を多数開催しています。もちろん学生シンポジウムなど、学生の皆さんが参加できる場面もたくさんあります。ぜひ参加してください。インテリアデザインは空間の価値を考え提供する、とても楽しい仕事です。意欲的に学び行動することで得るものはとても大きいです。想像力、そして妄想力を鍛えてみませんか？それではまたお会いしましょう。 SIA の酒井浩二でした。さよなら。